待って、もうアリのエジキだ、やばい、あ、やばいやばい、アリが、まあ、アリがいます。今大阪城公園にいます。イエーイ、こんにちは、ゆうかです。さきです。イエーイ、ゲストです。今日はあのピクニックしたくて来ました。来ました。ピクニックします。します。痛い、思ったより思ったより痛いかも。これ絶対されてた。あ、切るわ。プリーン、プリーン、念願のプリーン、念願のプリーン。待って、もう冷たいかも。嘘、冷えた、冷えた。ハンバーガーとトマトサンド、野菜サンドみたいなやつです。買いました。イエーイ。この店です。55プラスってとこです。大阪城公園のとこです。おすすめ、めっちゃ駅の近く。そうで、なんかこのピクニックセットもレンタルできます。ほぼ0円で1000円だけあげて。そうそうそう、食べちゃう。お腹に食べよ、食べ、いただきます。いただきます。今3時、4時ぐらい。あ、え、すごい。何、めっちゃビジュアルいいわ。え、めっちゃ ガチ系だ、ね、ガチご飯。いただきます。いただきます。やば、食べにくそうね、でかすぎ。ASMR や。うまっ、うまい。じゃ、僕たちはどういう関係ですかって、皆さんこの際かって思うんですけど、僕が今なんて言った。あ今何て言った。一方的に、え、違うわ、ま、何や、何の話。この二人かって言った。この二人がって。あ、この二人がすいません、スウェーデン語がスウェーデン語喋ります。留学も喋れます。なんでこの二人がって思うと思うんですけど、うん、僕がさきさんの YouTube にハマってすぐフォローしたら帰ってきてくれてびっくりした。私もずっと見てたんですよ、うん、昔から。嬉しそう、めっちゃ昔から見てた。しかもお母さんから、お母さんと一緒に見てた。やば、親子ファン、親子ファン。もうすぐカナダに、日本が出てしまうのでカナダに行っちゃうので。そうなんですよ。その前に会おうと思って声をかけたことがその発端です。発端です。で、あと会いました。この前会ったね、2日目です。偶然僕も大阪に、え、大阪に住んでるんですけど、大阪に来る機会があって、ね、そうありがとうございます、補助。何喋ってるか分からんもん、中学って。めちゃくちゃそれが面白い。よかった。めっちゃいい公園です、これ。やばくない、やばい、散るすぎ、うん、散るすぎ、やばい。僕たちは MBTI がなんだっけ、 INFP と ESFP で、うん、FP 仲間です。うん、 FP って何、どんなん。 FP はわかんないけど、なんだっけ、はい、探索型、あ、ほうだと、うん、なんだっけ、直感、あ、違うわ、なんだっけ、理想主義、あ、うん、違う、理想主義、理想主義で反対で、計画型じゃない、計画型じゃないです。外交的、そう、外交的、内向的。そんな、でも僕も別に外交わかんない。外交だよ。そう。じゃないと誘わんもん。確かに。え、でも本当にこれ誘ったのは本当に僕がめちゃくちゃハマったので、今しかないと思って誘いました。うん、すごいなと思った。そう。うん、マジで行動力と思って。いや、これじゃ行動力、カナダに行くのに。違う。で、人と会うのに、そう、すんのがすごい。確かに。褒められた。これ大丈夫これ。むずいんだけど、超食べるの。いけ。僕が、タキさんの動画で、好きなところっていうか、うん、聞かれた。何？気になる。本当に新感覚の、僕にとって柏崎さんは新感覚の人で。新感覚の動画ってこと？そう。で、なんか、なんだろう、愛嬌っていうか、なんていうのか、喋んないけど、うんみたいな。あー、威嚇？そう、僕がなんかみたいなやったり。それ新感覚。そう。何この人？と思って。説明力な。そう、本当にごめんなさい、すいません。そう、それが。面白くて見ました。最初は。ありがとう、嬉しい。確かにまだそれ聞いてなかった。そう。なんでさっきの動画ハマってくれたかとか。そう、最初、え、何この人と思ってた。しかもタメです、同い年。うん。23の代。2000年代。あ、2001か。あ、2001。僕よりも K-POP 詳しい感じです。意外と。そう。詳しいです。でも詳しいっていうよりは長い。あ、長い。詳しくはない。僕より長いです、彼女は。
小3ぐらいからずっと東方神起ビッグバンで入って、すごい、そっからずっと好き。やば、先輩だオタク先輩ソンベンニュ。逆になんで僕を知ってるんですか。え、 K-POP 好きやったから、多分 YouTube 出てきて、うん、もうずっと見てる。え、なんかさ、昔さダンス動画さ普通に音源使ってたよね。使ってた。そん時ぐらいからずっと見てる。嬉しい。そう、んでなんかアカペラに変わってそういうのも面白いし、はい、全部見てます。ありがとうございます。あとさ、なんか M2 とかさ、 あれも自分でさ、うん、作るやん、うん、あれ面白い。嬉しい。どっちも見てるの奇跡じゃない。奇跡すごいよね、うん、待って、本当に何だろう、何違う感じじゃない、本当に K-POP じゃないし、違う感じ、何だろう全然違う、うん、雰囲気とか。いや、 僕と同じくらい、あの露出度高いよね。露出度高いね。イエーイ。さっきと同じぐらいの人おらんぐらい高いよ、うん、確かに敵いないよ。いないよ。ライバルなしなしだよ。無敵かも。あ、これ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 、今の何今のっていうのが危機感覚、本当に僕やめじゃあ、なんか何だろう、僕もだ、僕だったら今気づけた、ありがとう。はい、それです。確かに、みんな絶対みんなそこ好きだと思う。そうなんや、うん、ありがとう、結婚式してくれて絶対喋っちゃうもん。やっぱ完食早っ、めっちゃ食べんの早い。そう、本当にそう、ビビる。さっきもそんなお吸い方じゃないのに、うん、もう食べたんってなる。毎回言われます。早すぎ早すぎ。あと歩くの早い、僕と一緒ぐらい結構あの女性と僕が歩くことが多いっていうかあるんですけど、いつも早いって言われて、足長いから、うん、それで巻きが早いとめっちゃ早いよ。嘘、早い、嘘。え、でもさっきも早いから全然いける。そう、本当にいつも思ってるんですけど、さっきさんは早かったです。すごい、いや、かわいい。ガチスタービーじゃん。かわいい、あんな見たことない。初めて見た。かわいい、めっちゃかわいい。すごい。あれする、バッグの中身紹介しよう。僕たちはあのモデルなのでバッグの中身紹介します。ボーグハローボーグ。ハローボーグ、チョコです。食べましたイエーイ。結構お腹いっぱい。お腹いっぱい。いちご飴食べたいです。食べたいです。いや、こんにちは、リュッピーです。サキピーです。待って、ミッチーとヨシリンか。サッチーとギガリンです。これだとあのクレヨンしんちゃんショップで買いました。デパートで買いました。そう、3000円です。皆さんもぜひお買い求めください。神アイテムじゃない、神アイテム本当に。あ、ね、あれ持ってきた。何、僕たちの足を、あの、言うたら最悪、ありえない。飾ったんだよ。あ、飾ったの本当か。本当だよ。机のとこに通天閣で撮った写真と飾ったの。僕はちゃんと持ってきたよ。あ、こっちだ。ごめん、少年探偵団になれない今日。本当にそう、僕たちじゃあ少年探偵団なんです。登場さんね、少年探偵団なんですけど、あげたの僕はこれをね、持ってきてないってごめんなさい、今日はちょっと少年探偵団になれないんですけど、はい、もしもーし。クレヨンしんちゃんだから今日は。あ、確かに、コンセプトもあるこれもあったりします。で、今日からカバン中も紹介します。What's my box? イエーイ。あ、リガリンから。はい、このカバンはシーンで買いました。この巾着袋みたいなやつで。ちなみにこちらもシーンで買いました。見えない。本当可愛いよね。可愛い。可愛いです。どっちもブラ。あ、可愛い。なんかついてる？ついてる。何それ？あ、今日の。今日のアイトさんのトレカです。可愛い。かのみちゃんです。可愛すぎ。可愛すぎ。何が入ってるかな？まず財布入ってる。あ、入ってるよ。プリン。プリン。お財布です。財布。何の財布？何の財布ですか？ベルサーチ。わー、可愛くない？可愛い。僕はザラです。ザラも可愛い。可愛いよね、ちっちゃいです。ちっちゃいのいいよ ね。でもさっきさんペイペイしか使いません。現金使わないんですよ。大人だよね。なんで？本当都会の人。次。あ、デジカメ、デジカメ。あ、デジカメ、デジカメ。プリーン。デジカメ。デジカメ、どっちも持ってます。ますよね、そうなの。可愛 い。僕は家にあってありました。お父さんが持ってた。これは中古で買いました。可愛 い。素敵。可愛 いよね。何がある？さっきはなんかメガネ、メガネ持ってます。なぜか1個だけ持ち歩きたい。嘘、それドアリ？ドナシ。
でも、なし。なしだよね。本当昨日突然なんか急に振り向いたらメガネかけてて、つまみって思いました。昨日じゃない、一昨日。でもそれ言わんかったやん。そう心の中で思ってや。つまみ、つまみメガネかけてると思って。あ、すごいさすがだなと思って。なんで違う、すぐあの変化を求めるのかな、うん。そうですね。ありがとうございます。そうだなと思って。充電器は？充電器ある。あ、イエーイ。充電器あります。何それ？アンカー？そう、アンカー。僕もアンカー。え、一緒。イエーイ。これここでね、充電できるの。これこうさせるの。めっちゃ良くない？めっちゃいい。あとマイメロついてます。かわいい。で100均で買った。僕はシールで NCT のシール。かわいい。かわいい。次はあとゴミとゴミとか入ってる。ゴミはさっき捨てた。あー、飲む。僕さす今日あの本当にやめてほしい。鼻水で、鼻水でやばいし。そう今日鼻血出た。鼻血出た。何するの。赤いよね。そう本当に僕今日あのイベント違うあのこの人のイベント行った時に会場着くまで電車で、あ、今鼻血出るかもって匂いで分かってずっとそれやったらダメなんじゃん。でもそのティッシュあなかったあるんだけど出せないじゃん。そうなんか、うん、電車の中でマスクをもうやばいと思いながら、まあ、でこれで終電、まあ、駅まで行ってもう終わりました。この前も出たんやろ。この前も出た。出た新幹線の前に出た。最近鼻血気味。くしゃみ強すぎて出ちゃうの。あ、そういうこと。そうそういうこと。でも昔から僕鼻血出ます。心配しないでください。鼻血イエーイ。鏡はないないんだ。かわいいや、くろみちゃん。くろみ、鏡とくしもある。かわいい。それいいよね。いいよね。サンリオショップです。サンリオショップです。イヤホンとか。あ、イヤホン。僕はヘッドホンとイヤポッドです。そのヘッドホンが可愛いです。そう、可愛い目的で買いました。いいよね。高すぎです。高いよね。高いよね。可愛い。あ、一緒初代。違うわ。僕はポッツ。いや、黒。え、ポッツ。ポッツ。ポッツ。あとね、メイク直し。メイク直し。可愛い。何それ。しかない。あ、リップ。リップだけしかない。僕メイク直し。さっきもリップとなんか涙袋かくやつ。あ、大事。そう、命なのリップ。そのリップ、これはロマンドの25番。僕はイントユーの。イントユーいいって言うよね。 S3 です、はい、めっちゃいい。でも行ってみようかな今度。今の何 This ひげが目立ってる。本当に静かにしてください。誰も言わないでください。そう本当にマジひげ本当にさっき飛んでたのに光で、うん、ひげあるんだよね。22歳です。アルコール消毒も。あ、そう持ってた。なんか携帯が汚れるのが嫌で、うん、すぐなんか拭いちゃう。いいな。僕も最近持ってないわ。そう大切です。大切です。と香水なんか入れてきた。かわいい。何それ。ザラ。これザラです。安いです。見た目もかわいい。かわいいよね。おすすめです。で、あと鍵だけ。へえ。何それ。これも黒み。かわいい。鍵です。終わり。終わり。僕はまだいます。あるよね。あるよ。あるよね。あるよ。荷物多いので。そう、めっちゃ多いの。これフォトカード。怖いよね。あそこ、さくらちゃん持ってきた。あ、持ってきた。いつのやつ。日本のアイズワンデビューの時とアイズワン。かわいい。かわいいよね。めっちゃかわいい。さくらちゃんさ、うん、前髪作ったの。作った。終わっ、終わり。ほんとやばい。えぐいよね、うん。やばい。やってくれたよ、あの人は。本当にやってくれた。まあ、アクスタとか。アクスタ。アクスタ。そういうふうに。あ、今日のあの、あ、そういうことね。福田愛太さんの。あ、忍ばせしてないじゃん。そう。いや、ほんと忍ばせって何。ほんとに昨日前も一昨日も忍ばせやればみたいな。忍ばせねみたいな。忍ばせしたいの私は。忍ばせっていうのはその、このことです。写真のことです。忍ばせっていうらしいです。カフェの忍ばせ。忍ばせあとやる。じゃあ忍ばせ。あ、やろやろやろ。あとじゃらーん。プリン。あ、それ大事。これは麻酔銃です。ピュッコッコッコッ。いっぱいあるでしょ。もうないよ。あとほんとにゴミと。あとこれはあの SD カードで、これであのなんだっけ、デジカメの写真を保存してます、うん、す iPhone に。すぐ送るの。最後にまとめて送ったらいいのにさ、撮った瞬間2枚とかでもさ全部転送してさ、うん、エアドロしますとか言って本当あげだってさ。そうそうそう、なんかないそういう時。何て言う。いいです。だから本当にあのすぐあげたいじゃん。すぐあげたいね、うん、でしょ。早くに悪いことある？あ、それはそう。でしょ？うん。だし、なんか LINE ってやっぱり画質悪くなるし。あ、マジでそうなの。だからだよ。インスタもやばいよ。うん、インスタもやばい。画質が。だから好きにさせてください。はい、お願いします。22歳です。です、イェーイ。イェーイ。以上です。以上です。
あのバイボーバイボーハイボーバイボーバイボー。あ、最後ダンス踊ろう。ノリ最後は見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。カナダでも頑張ってね。頑張ります。行きます。せーの、ブン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 、どうしよう、再生回数3だったら。でも本当に私たちは自分の気持ちだけで動いています。そうなの、怖いぐらいにね。またね、バイバーイ。すごいこの顔。え、びっくりする。怖い、やめといた方がいい。本当にファイル。ナイロン買ってね。ナイロン買ってあげてね。はい、ありがとうございました。